4連勝に向けて大事な一戦となっております。兄ちゃん言えよ。遠かったね。おっ、皆さんこんにちは、バティスタ TV のバティでございます。ということで本日は9月の14日、大分トリニータ対大宮アルディージャの試合に遊びに来ました。イエーイ。ということで、カメラマンはまだお仕事中でいません。私はですね、なんとサポーターの鏡、有給休暇を使っております。イエーイ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 。このナックファイブスタジアムの近くにはですね、氷川神社というですね大きい神社がありまして、やっぱり神社好きの僕にはたまらない、このね好きと好きが重なり合っている場所なんですけれども、先ほどねしっかり必勝祈願してまいりましたので、まあ今日は大丈夫でしょう。4連勝に向けて大事な一戦となっております。そんな中ね、今日はねカメラマンが試合直前までいないということで、ちょっとね助っ人なんかも呼んでおりますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。ほんとね大分調子いいね今ね。ベガルタにも1対0で勝って3連勝、そして私が応援しているコンサドーレの方も2連勝とね、本当に非常に調子がいい俺がいないとね、ぜひ目の前で勝利を拝みたいと思っております。それじゃあ早速ねスタジアムの方に行ってまいりましょう。そしてねここ大宮はまあ僕埼玉県民ですから、まあ地元みたいなもんですよ。地元なのにアウェイ参戦っていうね不思議な構図になっておりますけれども、大宮なんてねもう本当にずーっとね来てたからね、何回終電逃したかっていうぐらいね朝まで遊び倒したこともありましたし、ちょくちょくねあの最近も朝までっていうのはあるんですけれども、ごめんねカメラマン、あの悪いことはしてないから、本当にあのマジで何もないからね、本当朝まで何も。さあ見えますかね、左にあるの野球場で、これ右壁越えたらもうナックファイブスタジアムなんですけれども、ここはねもともとねほんとちっちゃいサッカー場だったんですよ。実はですねその前のスタジアムの時も僕来てて、もう電光掲示板なんてありません。だから選手とかは全部ボードみたいなやつで、あのいちいちね変えてやってました。はい、ナックファイブスタジアム到着です。ナックファイブっていうのはね、この 79.5FM ということで、埼玉県のね、ローカル FM でございます。土曜日にあるヒッツ・ザ・タウンが面白いんでね、僕はもう10年以上聞いてますよ。で、お世話になっております。
ゃんと再合流です。タクちゃんはね、あの説明しておくと大宮サポーターなんだけれども、もう全国あっちこっち行く俺より上手のアウェイサポーターだよね。アウェイ参戦型のサポーターです。そんなタクちゃんからちょっと例のものをどうぞ。こちらを大宮サポーターから大分のユニフォームをもらうという異例の光景だよねこれ。ありがとうね。あのいつもこれをね、あの僕は着させていただいてるんですけど、このタクちゃんありきなんで、ありがとうございます。あざす。あざす。何のあざす。ちょっとタクちゃんに普通に案内してもらおうと思うんで、はい、お願いします。あー、OK です。と言ってもあんまりないんだっけ。そうですね、ここぐらいしかないです。あ、そうなんだ。まあ、なんか別に。あとタクちゃんはね、あの1年前ぐらいだよね、会ったのは、はい、なんですけど、その前から実は自分の動画を見ていただいてるという視聴者です。そう、だからチームメイトになって普通にびっくりするっていうね、はい、なんか特殊な関係なんですけれども、はい、どうなの今の大宮って。調子的にはあんまりよろしくはないと思うんだけど、勝ったり負けたり繰り返してて、うん、まあ、前節は勝ったんですけど3-0で。そうだね、前節気持ちよく勝ってて、はい、監督変わってからどう？まあぼちぼち。ぼちぼちか。タクちゃんもう出番終わりです。はい。あのゴール裏のガチ勢なんで、はい、ここで、はい、ありがとうね、ユニフォーム、はい。ちょっと来週も借りるわこれ。大宮、うん、あの向こう行くんで。大宮サポーターから。はい。じゃあ今日頑張ろうね。はい。はい。いい試合しましょう。いい試合をしましょう。はい。ください。では、はい、ありました。じゃあね、ありがとうね。はい。実はですね、僕大宮アルディージャとはまあ縁がありまして、っていうのもですね、僕はもともと大宮アルディージャのサッカースクールに通ってたんですよ。例えばあの選手とかとね、一緒にボール蹴らせてもらったりとかあったんで、もともとはまあ大宮側の人間だったんですけれどもね、まさかアウェー側でナックファイブスタジアムに来る人生だとは思わなかったな。急げ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 。大変だったね。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、合流です。
無理だよ。練習はここで見せてみて。練習したいんだ。さっきタクちゃんから聞いたんだけど、大宮も後がないんだって。リーグ戦最終の方に来ると何が起こるか分かんねえ試合が増えてくるからさ、あそこで勝ってればみたいなのが増えてくるから、うん、今日勝てば4連勝か、はい、初の4連勝記録更新しない。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？2対2でしたよ。勝てた試合だね。うん、いやー、増山さんね。2回ね。マッスー。マッスーって呼んでる人いないと思うよ。マッスー。いやー、推しメンですから、マッスー。最近ね、決まりまして。羽田くんとマッスーが。僕はもうプレー見てて大好きなんで。ここまで来たらね、引き分けでもまあね、プラス1は取れてるわけだから、プラスに捉えるしかないんだよ、もう。納得いかないと、うん、やっぱり点が入るといいね、うん、いやー悔しい。その悔しさを持って来週ホーム全校ドームに行きます。やったー、やったー。1年ぶりですね。しかも、うん、もう赤いユニフォームで行かないといい。そう前回までは札幌戦だから行ったっていうねものがありましたけれども、完全にあの大分として行きますんで、あのタクちゃんもねこれ貸してくれるって言ったからさあということでね、来週もホーム戦行きますので、ぜひ皆様ね、チャンネル登録まだだよっていう方はチャンネル登録していただいて、ね、この引き分けを勝ち点3に変えられるように頑張りましょうね。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。帰ろう。はい、帰りましょう。